ドナルド・スコット・ピーターズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、グレンドラ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。2014年の MLB ドラフト36巡目で、シカゴ・カブスから指名されたが、ウェスタン・ネバダ大学へ進学した。2015年の MLB ドラフト36巡目では、テキサス・レンジャーズから指名されたが、 この時も入団せず、2016年の MLB ドラフト40名で、ロサンゼルスドジャースから指名され、プロ入り、契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズで、プロデビュー、66試合に出場して打率、351、13本塁打、48打点、5盗塁を記録した。2017年は、 A 級乱直カモンがクエックスでプレー。132試合に出場して打率。276、27本類が82打点、3盗塁の成績を残し、カリフォルニアリーグの MVP と新人王を受賞した。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは98位、ドジャースの組織内では6位にランクインした。シーズンでは、 AQ タルサドリラーズでプレイし、132試合に出場して打率、236、29本塁打、60打点、1盗塁を記録した。2019年は、AQ タルサとトリプル AQ オクラホマシティドジャースでプレイし、2球団合計で125試合に出場して打率、249、23本塁打、81打点、2盗塁を記録した。 オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2020年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されずメジャーにも昇格しなかったため公式戦の出場はなかった。2021年4月23日にメジャー初昇格を果たし同日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。ありがとうございます。